はい、皆さん、おはようございます。怠け者の健康美容チャンネルのホスカです。いつも高評価とコメント、ありがとうございます。はい、それでは今日ですね、ちょっとね、重大な発表がございますので、ぜひ皆さん聞いていてください。まずはじめにですね、こちらの方ですね、概要欄の方に載せて出してもらってるんですけども、こちら、世界一楽しく思いを残すチャンネルということは、サブチャンネルですね、これで解説いたしましたので、ぜひこちらの方ですね、また、チャンネル登録と、またこちらの高評価も、ぜひよろしくお願いいたします。そして、もう一点ですね。もう一点が、こちらの、またこちらの、エンディングの作成会のですね、こちらの第2回目のセミナーをですね、また、大阪のですね、南森町という場所で行います。こちらまだ現地参加とですね、オンライン参加と2つできるようにしておりますので、なかなか現地来れないという方も、参加できますので、ぜひまたよろしくお願いいたします。ちなみに前回受けてもらっている方に関しましては、こちらのセミナーの受講、再受講はですね、無料とさせていただいています。まあ、今回から参加するよって方に関しましては、ちょっとこちらの方をね、見て買っていただいて、そしてご参加いただくという形になっていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。そして最後に、ですね、前言ってた、前というか昨日か。昨日お伝えしてたですね、こちらのね、怠け者グッズを作成することが決定いたしました。で、商品の方ですもね、一応3つ、あります。まずはじめにですね、これ、磁気タオル。まあ、こちらがですね、まあ、まだね、ちょっと、サンプルなんですけど、一応こういう形で、ですね。で、これにですね、一応ね、イラストがですね、イラスト、僕のね、怠け者のイラストが入りまして、まあ、一応磁気タオルと。まあ、磁気タオルって何やねんってことなんですけど、まあ、磁気が入ってるので、この体をね、肩こりとかですね、体の状態を良くするっていうですね、まあめちゃ簡単に言ったらそんな感じのね、タオル。こちらはですね、一応販売されます。まあこちらね、まあこんな感じで、まあこれね、この、僕もこれで、ね、気になったら、この穴なんやねんって、これね、なんか穴あるでしょ、これ。これなんやねんってとこなんですけど、これなんかね、この、これ作った当初はなんか、コロナがですね、すごい流行ってたみたいで、ね、その時にね、作ったやつらしいんですけど、これなんか耳にですね、こういうふうに。こんな感じでかけて、で、今こんな後ろでくくってて、こんなマスク代わりにできますよ、みたいな。ってこともできるタオルと、になっております。なので、一応そういう使い方はできますよ、ってところで、はい、一応ご紹介をしております。まあ、一応これが磁気タオルですね。で、あとその、ストレッチポールなんですけど、ストレッチポールも一応ね、まあ一応まあこれがサンプル、まだまだこれサンプルなんですけど、一応こんな感じで、まあ、ストレッチポールも作りますよってことですね。なっていきます。こちらの方も、まあぜひよろしくお願いいたします。もう一度怠け者のね、イラストかな入ると思うんですけど、それのやつも行っていきます。で、あともう一つ、脂肪燃焼サプリですね。こちらも販売いたします。なんでこの、まあ、今そのものはないんですけど、まだサンプルとかもね、まあ来ると思うんですけども。で、まあ一応ね、僕のイラストが入ったらですね、一応サプリ、大豆サプリになりますので、ぜひまたよろしくお願いいたします。まあ今のこの3点ですね、まあ皆さん、しっかり聞いておいていただいて、また最後でもお伝えしますけども、まあ、ぜひまたよろしくお願いいたします。まずはですね、このステージ4を使う前にですね、この普通の体操をですね、やっていって、体を動かしていきましょう。よろしくお願いいたします。それでは一緒に体操やっていきましょう。でですね、まずはこの状態から鼻から大きく吸って、はい、口から、ふーっと細く長くですね、吐いていきましょう。ふーっと吐いて、吐いて、吐いて。で、また鼻から大きく吸って。そしてまた口から、ふーっと吐いていきましょう。はい、もう一度行きましょう。鼻から大きく吸って。はい、口から吐いて、ふーっと細く長く吐いていきましょう。はい、OK です。次にまた、ね、このまずこの深呼吸。これがね、めちゃくちゃ大事になってきます。この呼吸っていうのはですね、この酸素を、ね、吸ってですね、吐いて、この中の循環を良くすることによって、体全体ね、この酸素が行き渡ってですね、体の代謝が上がりやすくなっていきます。そして、さらにまたね、この姿勢のところ、体がどうしてもね、丸まってしまっている方もですね、これがどんどん体が起きやすくなってですね、そして姿勢も良くなっていきますので、ぜひですね、この深呼吸、必ず始める、体操始める前などに、
いるようにしてみてください。それでは続けて行っていきましょう。では次はこのまま肩をですねぐるぐるっと回していただいて、肩前の動きを確認していきましょう。じゃあこの辺りもね硬くなってしまってね動きが悪いという方も多いので、まずは動かしてみてですね体の動きを確認しておきましょう。よいしょ、はい、 OK です。では次はこのままね手をブラーンとね置いてもらって、このままねブラブラーとね動かしていきましょう。はい、ブラーンと動かして息を吐きながら、あとねブラーンと振っていきましょう。よいしょ、あとでまずはね軽く動かして、あと状態を確認していきましょう。よいしょ、はい、 OK。 では次はこの手足をですねブラブラと振っていきましょう。手足をブラブラと振って肩の力を抜いていきましょう。まあ立ってねできないという方は椅子に座ってても全然できますんでね、ぜひ椅子に座っている方も一緒にやってみてください。はい、手足をブラブラブラーと動かして、はい、 OK です。ではですね次はこのままこのね腰周りを動かしていきましょう。腰を大きくぐるーっとね回していただいて、大きく回していきましょう。あのフラフープをですね回しているように大きくぐるぐるっと回していきましょう。この時時計回りと反時計回りに腰をねぐるーっと回していきます。大きく回していきましょう。ぐるっと動かしてもらって、でこのまま腰をね横に振っていきましょう。腰を横に振って大きく振っていきましょう。はい、腰を横に振ってしっかりと動かしていきましょう。どんどんですね体を元気にしていただいて、これからねまた体を10年後もしっかりと歩ける体も作っていきましょう。よいしょ、はい、 OK です。では次ですね、次はこのままですねこの足回りも動かしていきましょう。この足をですねこの壁などをね持っていただきながらね、足首を持っていただいて、このままね前の太ももを伸ばしていきましょう。でこの時におへそをですねあえて向いていただいてですね、でこのまま足を後ろに上げていきます。そうするとこの太ももの前がですねしっかりと伸びていきますので、じわーっとですね伸ばしていきましょう。よくあの反動をつけてですねこういう風に伸ばす方いらっしゃいますけど、これはねちょっと NG です。まあ、なんでかというとですねこうやって激しく動かしてしまうことによって筋肉が伸びすぎてしまって筋肉を痛めてしまう可能性がありますので、できるだけですね一度伸ばしたらその場で止めていただいて、でこの場でも深呼吸でしていただけると勝手に伸びていきますんでね、無理にあのね反動つけて伸ばさないだけしといてください。はい、 OK、 ゆっくりと戻していきましょう。次は反対側も同じように足首を持っていただいてですね、そしておへそを見て、そしてこのまま足を後ろに上げていきます。そうすることでまたこの太ももの前がですねしっかりと伸びていきます。特にこの伸ばしている時にこのですねこの伸びている感覚、その左右差を感じてみてください。よいしょ、はい、戻していきましょう。 OK です。では次はこのままねこの膝もねちょっと回していきましょう。この膝もですね意外とこの動いてない方が多いんですね。で体が痛いとですねなかなか足も動かさなくなってしまって、そして膝の関節も動きにくくなります。なのでこの辺りのところもねしっかりと動かせるんですね、膝も動かしておきましょう。OK、 はい、では次はこのままですねこのふくらはぎを伸ばしていきましょう。このふくらはぎを伸ばすときは必ずですねまっすぐですね、この体の向き足の向きですねしっかりと向けていただいてですね、そしてこのかかとをつけて前の膝をね曲げていくと勝手にもうふくらはぎが伸びる状態にしておきます。でこの状態こんな感じね、でこの時ね反動つけてこうやって伸ばせない、これもさっき言いましたけども急に伸ばしすぎてしまうとですね筋肉が伸びすぎて痛めてしまう可能性がありますので、朝はですね起きたばっかで筋肉が起きてない状態ですので、まずはこの状態がゆっくりと伸ばして、で深呼吸、鼻から吸って、で口からふーっと吐いていくと、
これをすることによってしっかりとふくらはぎが伸びていきます。特に足がねむくみがちな方はこの体操ねめちゃくちゃ便利ですので、ぜひやってみてください。それでは次ね反対も同じように足をですねここで開いていただいて、かかとをつけて前の膝を少し曲げればふくらはぎが伸びていきますんでね。でこの時にちょっともう伸びてるなって感じたらその場で止めていただいて、鼻から吸って、そして口からふーっと細く長く吐いていくこれをね意識して5回ほど繰り返していきましょう。勝手に伸びていきますからね。よいしょ、はい、 OK です。では次はですねこのままね足開いてもらってですね、でこの状態で肩をですねぐーっとひねっていきましょう。肩をひねるというか背中をひねるですね。背中をひねって、で反対も同じように、これをね引き続き行っていきましょう。息を止めずにしっかりとひねるときに息を吐いていきます。ふーっと吐いて、息止めてしまうとね体硬くなっちゃいますからね。ではこのまままた肩を前に倒していきましょう。前に倒してこの太ももの後ろ、内ももを伸ばしていきましょう。この手はですね別に床につかなくても大丈夫です。椅子に座っている方はね足をねちょっと開きながら前に倒すと太ももの裏を伸ばすことができます。同じようにやっていきましょう。でもし途中でねしんどいなって感じた方は途中で休憩も入れながらですねぜひやってみてください。無理だけはねしないでくださいね。基本的にはどなたでもねできる体操をね皆さんやっておりますので、皆さんぜひ一緒にやってみてください OK いけましたか、大丈夫ですか。はい OK、 では続きやっていきましょう。じゃあ次も足を大きめに開いてもらってですね、この内ももですね、ここを伸ばしていきましょう。で足だけを外に向けてもらってですね、でこのまま膝を曲げていきます。でやっていくと、この膝のね、この伸びていくうちに、この内もも、ここは伸びていきます。で、じわーっと伸ばしていきましょう。で、反対も同じように、ぐーっと伸ばしてもらって、で、また反対も同じように。で、これを繰り返していきます。ゆっくり伸ばして、反対も同じようにですね、ぐーっと伸ばして、よいしょ。はい、OK、戻していきましょう。はい、OK。で、次もこのままね、肩をどんどんまた動かしていきましょう。途中で疲れた方はですね、途中休憩入れながらやっていただいて結構です。はい、OK。では次は、この腕をですね、ぐるーっとね、回していきましょう。腕をぐるぐるぐるーっと回していきます。よいしょ。で、これをね、回していくんですけども、まずこの、いつもやったら10回でやるんですけども、今日はちょっと10秒間ですね。1、2って感じでやっていきますので、ちょっと今から僕が、せーの、1で数えていきますんで、それに合わせて皆さんも腕をぐるぐるっと回してみてください。それでは、周りにね、物が何か当たらないように気をつけながらやっていきましょう。それでは、いきますね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。一回ちょっと手をブラブラとしましょう。ブラブラとしてもらって。OK。じゃあ次はですね、反対側ですね。反対、後ろに。背泳ぎみたいな感じですね。もうちょっと水泳のね、季節はもう終わりましたけども、今ね、こうやって背泳ぎしているような気持ちで腕を動かしていきましょう。それではこれもまた10秒間でやっていきます。いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。これの胸を回すコツはですね、しっかりと胸をです、ね、こうやってね、丸めてるんじゃなくて、胸をね、少し張っていただいてですね、この状態で回していく。
こうしないとですね、肩がこの状態になってしまうとね、腕が全然動かなくなってしまいますので、しかしこの胸をちょっと、ね、張っていただいて、いつもより姿勢をね、まっすぐしていただいた状態で行うことによって、体がね、どんどん動きやすくなっていってですね、肌もより痩せやすくなっていきますね。しっかりとですね、体操やっていきましょう。で、後半の10分でね、またストレッチポールでね、またもしくはバスタオルですね、丸めて、腕を使った体操も寝ながらやっていきますね。また今ね、ご準備できてない方は今のうちに腕準備をしておいてください。OK、では引き続き、もうちょっとやっていきましょう。OK、では続けていきますよ。では次はね、このね、腕をね、大きく振ってもらって、ぐるーっとね、回していきます。ぐるーっと大きく回して、反対も同じように、大きく回していきます。では、これを次はね、この10回でやっていきます。なので、1、2って感じで、交互に回していきますので、ゆっくりとですね、大きく回すようにしていきましょう。それでは、いきますね。せーの、1、2、3、大きく動かして4、息止めないでくださいね。5、6、7、8、9、ラスト10。はい、OK です。まあどうですかね、また体をね、どんどんこうやって動かすことによって、体の方がですね、どんどんポカポカと温まってきた感じがあるかと思います。最近ね、やっぱちょっとどんどんまた冷えてきてですね、体の動きも悪くなってくると思いますので、そうなる前に、まずはこの、またね、温かいうちに、体をしっかりと動かして、体をね、動ける状態をどんどん作っていきましょう。そうすれば、体もね、より太りにくくなっていきますので、朝からその習慣を作っていきましょう。OK、では続けて一緒にやっていきましょう。OK、はい、では次はですね、ちょっとまたこの足回りもちょっと動かしていきましょう。では次に行くんですけども、次はこの足をですね、このかかと上げですね、このかかとを上げていく、これ動きですね。で、かかと上げていくところでですね、この真上、上の方ですね、真上の方にぐーっとですね、伸びていくように上げて、そして下ろして、上げて、下ろす。上げて、下ろすですね。これをやっていきますので、またこれも10回ですね、一緒にやっていきましょう。それでは、いきますね。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。っていう感じでね、どんどん動かしていくことで、体がね、足前のどんどん動いてきて、足の方もね、どんどん軽くなっていきます。で、これも合わせてやってみましょう。では次はこのままね、つま先を上げて、下ろす。上げて、下ろす。この動きね。つま先を上げて、下ろす。つま先を上げて、下ろす。ですね。これもやっていくと、このふくらはぎに効いていきますので、まあちょっとこれはね、壁とかどこ持ちながらですね、ぜひやってみてください。椅子に座っている方はその椅子に座った状態でやってみてください。それでは一緒にやっていきましょう。それでは行きますね。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。という感じでね、また行っていくことですね、また足がどんどん動きやすくなっていってですね、この足首の動きも良くなっていきます。足首の動きも良くなってくると、よりね、足の先の冷たさですね、足が冷えてしまうという方も、これから先ね、足がどんどん温まりやすくなっていきますので、ぜひこの足首をね、どんどん動かすようにしておきましょう。はい、OK、あともうちょっと続けていきましょう。はい、では次なんですけれども、次ですね、この足をですね、また動かしていくんですけど、ね、足踏みですね。
足踏みをその場でねやっていただきたいんですけども、この時にねちゃんと腕と足がねちょっと交互に動いてるかなーっていうのをちょっと確認しながらね、ぜひちょっと足踏みをしていただきたいです。なんでかっていうとね、この足と手がですねこう同じ方向でね出てしまってたりとかですね、この腕動いてんだ足しか動いてへんとかねってなってしまうと、体の代謝がね上がりにくくなってしまいますので、今からですね30秒間、途中で止まっても結構です。途中で止まってもいいんで、30秒間ちょっと頑張ってね、この足踏みをちょっとね一緒にやっていただきたいなというふうに思います。それでは一緒にやっていきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30と。はい、OK です。という感じでね、今30秒間足踏みをやっていただいたと思うんですけども、今この30秒間できた方は素晴らしい、OK です。けど、まあなかなかね、体力がなくて、そしてしんどいからもう、ちょっと休むわって思った方もいらっしゃったことと思います。でもそれでも大丈夫です。まあこれからどんどん続けてね、この朝から体操をやっていただければ、絶対体も変わっていきます。で、諦めずに、今の状態を確認してもらって、今の現状をね、ご自身で分かっていただいた上でやっていただければ、必ず体は変わっていきます。なので朝から一緒に頑張ってやっていきましょう。このストレッチポールですね。使った体操を一緒にやっていきます。はい、皆さん、ご準備できましたか？今ですね、このように硬い床の上ですね。床の上でこのように、まあ、ストレッチポールを置いて行っていきます。まあ、ストレッチポールがね、ちょっとお家にないという方はですね、こういうバスタオルを先ほどみたいに置いていただいて、そしてこの上に乗っていただければ全然大丈夫です。で、ない方は別に無理にですね、買わなくても、タオルね、代用してできますので、ぜひこれでやってみてください。はい、それでは今からね、ストレッチポールを使った体操を行っていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。それではね、ゆっくりとこの上にまずは乗っていきましょう。乗るときは必ず、このね、お尻からですね、乗せていただいて、ゆっくりと、お尻から上にかけて、ゆっくりと眠っていきます。はい、で、乗っていただいた上でね、まず、しっかりと見ていただきたいのは、足をね、少し、肩幅ぐらい開いていただいてですね、そして、この状態から、しっかりと頭から、肩、背中、そして腰、お尻ですね、このがちゃんとついているかどうかですね、これをまず確認をしてみてください。でもしこれが、あんまり腰がね、浮いてしまっているとかね、ついてない方は、ちょっとね、このお腹をね、少し丸めてあげる。でやるとね、しっかりとペタッとくっつきますんでね、この状態をまず確認をして、そこからね、体操を行っていきましょう。それでは、一緒に行きますよ。では、まずはこの状態からね、手のひらを横にこうやってね、ちょっと少し広げて置いていただいて、この状態から深呼吸から始めていきます。それでは一緒にやっていきましょう。ではまずこの深呼吸を3回ですね、行っていきますね。大きく吸って、息をね、細く長く吐いていきましょう。それではまず1回目からいきますね。いきます。せーの。はい、鼻から吸って。で、口からふーっと細く長く吐いていきましょう。はい、2回目、鼻から大きく吸って、で、また口からふーっと吐いて吐き切っていきましょう。はい、3回目、鼻から大きく吸って、で、また口からふーっと吐いて、はい、OK です。っていう感じで、まずはこのね、深呼吸ですね。これを行っていただいて、まずはこのちゃんとね、背中全体がこうやってね、上半身が伸びているかどうかを確認する意味で、まずはこの深呼吸を行っていきます。はい。では続けてね、このまま体操を行っていきましょう。では次はこのままね、さっきと同じように手のひらをね、広げていただいてね、下の方に置きます。で、この状態からね、両手をこのように広げていきます。で、こうやって広げることによって、この肩甲骨ですね、こうやって
動かすことができますので、これをね今日横まで上げていくのを10回ですね一緒にやっていきますので、またねせーので一緒にやっていきましょう。それではいきますね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK です。まあ、これでね、この肩甲骨がどんどんまたね、動いていくのを感じた方もいらっしゃると思います。まあ、よくわからないという方はね、何回も、ね、動かしていただけるとね、肩甲骨が動いてるわーっていうのがわかると思いますので、まあ、ぜひですね、動かしてみてください。OK! では続けてやっていきましょう。では次なんですけども、次ですね、この両肘を、このようにですね、90度に曲げていただいて、肘を置きます。で、この状態からですね、できるだけ脇に手を近づいていただいてですね、で、このまま両手をね、広げていきます。で、広げて、で、閉じる。広げて、閉じる。これをね、繰り返していきます。そうするとまたこの肩甲骨がさらに動きやすくなっていきますので、これ開いていくのを10回とまた一緒にやっていきましょう。それでは一緒にやっていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。どうですか？こういう動きもね、徐々にやっていくと、この肩甲骨がさらに動きやすくなっていて、これ、ね、姿勢がまっすぐになっていきます。で、姿勢がまっすぐになっていくと、見た目がね、より綺麗になっていって、そして、この体の関節もね、動きやすくなっていきますので、体重がどんどん上がっていきます。で、体重が上がっていくということは、体もより痩せやすくなっていくということになりますんでね、ぜひこの冬場にね、入っていく前に、この動きを慣れていただいてですね、そして、毎朝行っていただければ、皆さんの体も必ず痩せやすくなっていきますね。一緒にやっていきましょう。ではまた引き続き一緒にやっていきましょうね。では、次なんですけども、次はですね、この手をですね、上に上げていきます。上っていうか、この天井の方ですね。天井の方に向かって、手をですね、それで手を合わして、戻して、手を合わして、戻す。この動きですね。これをね、また10回一緒にやっていきますので、皆様一緒にやっていきましょう。それでは、行きましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。という感じでね、どんどん動かしていただけるとね、まだこの肩甲骨はさらに動きやすくなっていきます。で、今寝てるとね、この背中全体がこのストレッチポールもしくはタオルにですね、どんどん肩がギューッとね、近づいていくのがわかると思います。で、なっていくとね、肩はどんどんまっすぐになっていきますんで、この終わった後の楽しみにしておいてください。はい。あともうちょっと続けていきましょう。はい。では続きなんですけども、次ね、ちょっとこの足をね、少し動かしておきましょう。で、足を動かすときはですね、この手をね、下に床に置いといてもらって、このままの状態ね、膝をね、こういうふうにちょっと上げていきましょう。先あたの足踏みですね。これを行っていきましょう。まあ、ちょっとね、こけそうな方はですね、無理にそんな高く上げなくても結構ですので、これをですね、また10回一緒に上げていきましょう。で、これはですね、片足、で、てかね、この両足ね、上げて1回と数えますんで、1で数えますんでね、一緒にやっていきましょう。それでは行きましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、
8、9、10。はい、OK です。いいですね。その調子で動かしていきましょう。はい、では次で最後になるかなと思います。では次はですね、この足をですね、次は伸ばしていきます。で、戻す。伸ばして、戻す。ですね。この動きをやって終わっていきましょう。では、これはね、また、これは片足1回ずつやっていきますからね。それでは、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。それではそのままゆっくりと降りていきましょう。よいしょ。よいしょ。はい、で、横に置いたときですね、あの体が起きれ、なかなか起きれないという方はですね、この肘ですね、肘をですね、床にこうやって押し当てていただいてですね、この手をこうやって合わせていただいて、このままね、ぐーっとね、押し込んでいただけると、体をしっかりと起こすことができますので、まあ、ぜひ、こういう動きもやってみてください。はい。まあ、今回はですね、ちょっとね、私の仕事都合でですね、ちょっとこうやって録画という形になってしまいましたけども、いつもね、皆さんのコメントなどもですね、いつも見させていただいておりますんで、ちょっとね、朝、どうしてもね、生ライブできないという時は、事前にね、動画を録画させていただいてですね、いかにも朝ライブ配信をやってるとっていうふうにやっている感じで見せていきますので、皆さんもですね、プレミアム配信でしたらね、コメントもできますので、また一緒にライブをやってるという形で、また、ね、楽しんでいただければと思います。で、ぜひですね、またこれね、見終わった方は、まあ、チャンネル登録とまたこちらの高評価ですね、これができてない方は今のうちにチャンネル登録とまたこちらの高評価を押しておいてください。やっぱりね、この怠け者チャンネルでですね、どんどんですね、体操というか体を動かせなくてですね、もう年やからって諦めてしまっている方をですね、一人でもですね、多く、まあ、どんどん動かしていきたいんですよね。そうなることによってどんどん皆さん元気になっていて、日本全体が元気になっていくと、というふうに僕は、ね、確信しておりますんで、皆さんぜひですね、一人でもそういう方を増やしていただきたいと思うので、ぜひ皆さんチャンネル登録とですね、あとこちらの高評価ですね、押していただきたいと思いますんで、皆さんご協力をぜひよろしくお願いいたします。ぜひですね、本当にね、チャンネル登録今、ちょっとまあ20万人近くなんですけども、ぜひですね、これをどんどん増やしてですね、まあ、来年でまた50万、100万、100万人と、またどんどん生きて、どんどん躍進していきたいと思いますので、ぜひ一緒に頑張ってやっていきましょう。それでは、ここまで見ていただいた皆様、本当にいつもありがとうございました。それでは、またね、次の動画でお会いしていきましょう。それでは皆さん、バイバイ。